時刻は1時を回りました。 トッコさんのジョインハーツ五回育の時間ですこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは797アットマークまた FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています FM ギノワンのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイッターとも連動していますのでたくさんツイートしてくださいまたサイマル放送も始まりましたスマホの場合はアプリ リスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM 技能1ホームページに再生ボタンがあります。完全全閉同時放送をお楽しみいただけます。はい。本日もよろしくお願いします。は,い、はい。今日も小春ちゃんよろしくお願いします。はい今日は1月。1> はい 10日月曜日で祝日なんですが、はい、実は収録放送と、はい、なっております。はい、よろしくお願いします。はい、なのでちょっとツイキャスとかがやっぱりできないのが少し寂しいですよね。やっぱりいつもねいろんな方があのコメントメッセージくださいますけれども、今日はあのコアちゃんとたっぷりお話ししたいと思います。そうですね。ジェフリいろいろお聞きしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 30分間、トッコさんとお付き合いください。はいはい。それでは、えー、本日は、はい、あのメタトロンについてお話をさせていただきたいと思います。うんうん、はい。うん、メタトロン結構トッコさん番組の中でも<っ>紹介してくれてますよね。はい、ね、はい。はいはい、あのうちの日本語教育協会ではうん、うん、あのまあ健康促進として。 食育、えーまあの実践コースインストラクターコースなどを実践してますけれども資格の取れるコースがあります。はい、でその中の一つで、えー、メタトロンというロシア発の波動機器があるんですね。合合う食食材材ととかかわない体の 弱っているところのね臓器などを見つけ出してくれるので食育の一環としてメタトロンを導入しております。うんうんうん、食育の一環でそうなんです。入れてるんですね。そうなんです。えー、はい。じゃあそのメタトロンでいろいろちょっと危ないところというか見つけてそこからじゃあ食でまた、ええ。 アプローチしていくっていう感じなんですか。そうですそうです。えー、はいそうなんです。すいはいあのまず、はい、あのちょっと簡単に、はい、メタトロンとはどういう機械なのかということを紹介いたしますね。はいうん、あの波動機器というのはロシアとドイツが結構世界でも有名なんですね。うん、でロシアの機械も、うん、ドイツの機械もとても素晴らしい機械です。でメタトロンはロシアの 専用ミタトロンという機械はあの大学病院のお医者さんが西洋、うんえー、医学との相違がないかを検証しながらうん、うん、病院内での,あのお医者さんたちのプロジェクトチームにより開発された機械なんです。お医者さんたちがじゃあそう そうなんですよ。作り上げたそうなんです。<ー>そうなんです。<ー>なので、あのー、まあ、ちょっと簡単に言うと、うんうん、人間の臓器や器官には決まった周波数というのが存在してるんですね。<ー>周波数というとノイズなんですけど、うんうん、もうちょっと聞き慣れた言葉で表すと音。音 なんですねこの音の音波ですね、うん、波が各臓器やその器官とか部位で決まった周波数っていうあの波動がちゃんとあるんですね。うんはい、でそれをあの正常な、まあ、健康な状態の周波数とちょっと病気に傾いている状態の周波数のずれをチェックして体に不調が起きている部分がないかを見つけ 出すす機械なんで海外ではあのお医者さんしか機械を購入することも扱うこともできないんですが日本ではあの西洋医学が中心なのでもちろんあのお医者さんやクリニックがあの導入してるところもありますが、うん、あの日本では医療従事者とかお医者さんだけが扱えないということはないので私たちのようなあの、うん、個人経営してるサロンやいろんなところが生態 をしているところとかね。<ー>うん、なるほど。そういったところが導入しています。<ー>はい、沖縄ではまだまだ数は少ないんでしょ。そうですね。少ないではありますよね。<ー>少ないですね。病院とかで扱うのは、うん、えっとやっぱり高いですよね。やっぱりお医者さんが専門的に見るので。 はい。もっと細かくなるってことですかね。うん、お医者さんがそうですね。実際の健康診断よりは、うん、もっともっと細かく見る<ー>見れるんですよ。すごで特徴的なのは、はい、あの未病の未病から見つけあの異常を見つけ出すことができるので、例えば西洋医学であのこの数値から。 病気だよっていうふうにちょっと異常だよって判断する数値があるとしたら、その下の下ぐらいからあの発見してくれて、うん、将来的にはこういう病気になる可能性があるよということを言ってくれたりするんですね。すごいかなりじゃ長いスパンで予防ができますよね。ええ、そうそうそうなんですよ。それを見つけることができたら、うん、予報ができます。<ー>あのただやっぱり病名なども出てくるので、うんうん、病名を伝えることはあの。 医師法によりあの、うん、医師免許を持ってない人が病名を伝えるっていうことは禁止されてて違法になるのでなのでメタトロン上で何々病ですっていうことが出てきたとしても私から伝えることはでできないんですねそこであのちょっと連携しているあのメタトロンのことを詳しく知っている病院のお医者さんがいるのではい、はい、そこの病院の先生と連携して。 病名が出たりちょっと病院に行った方がいいなということだったらクリニックを紹介して、うん、そこの病院を受診してもらうようにしています。とっても心強いそう,そうなんですよなので受付のスタッフもあの日本語管理協会からの紹介ですということで言っていただければ受付もちゃんとあの処理してくれて。なるほどはい 血液検査を中心に、いはい、お医者さんがしっかりあの再検査をしてくれるっていう連携を取ってます。うんうんうん、ええー、なんかほンとできますね。ね安心して受けられますよね。そう,そ,うそうですよね。なる,なるほど、なるほど。これって、うん、なんか何も異常が見れ見当たらない時とかもあるんですか、うん？めったにないですね。子供ぐらいですよね。ええー、うん、何かしら絶対。何かしらはい、やっぱり皆さん不調はありますよね。そうなんだ。うん。 怖いそう、1回ですねだいたい2時間前後なんですが、はい、健康な人は2時間かからないんですでも<え>本当に体に不具合がたくさんある人は3時間も4時間もかかったりするんですよ、うん、あらあそんなにかかっちゃうんですかはい、はい ですけれどもやっぱりあの次の予約の方とかがいたりするので大体2時間から長くても2時間半で終わってまた次予約を取っていただいてあのセラピーをするってていう形ををしてますす<ー>セラピーをするというのはお医者さんが言うんだったら治療をすするという段階なんですねはい、はい、もちろん治療するという言葉は使えないのでセラピーをして体のちょっと不調が見つかったらそこを元に戻すという調整をするという、あ。のー ことをさせてていいただいてますどういうことでアプローチしてるんですか、うん、そセラピー、ね、そうそうセラピーこのね、うん、あのヘッドギアっていって見た目は私たちねパーソナリティがやってるヘッドホンと全く見た目は一緒なんですけれどもはい、はい、耳にあの当てるんではなくってうん、うん、頭の方にあの当てて、うん、あの波動をここから。 出すんですね。で、それで全身をチェックして、うん、また調整をして戻していくということをするんですよ。あ、すごい。何もあのご本人に触れることもないですし、何をすることも触ることもないです。なるほど。でも本当に本当に不調が見つかるんですよ。ビンゴに的中するんですね。<ー>かなりの割合で。<laughs> う八、ん、割九割方はもうビンゴですよね。うん すすごいですなので、まあ、あのどういった方が来るのかっていうと人間ドックもいろいろ調べますけれどもそこだけでは見抜けなかった体の中の不調を発見することができるんですね。なので <laughs> ちょっと不定周相 などがあって、まあちょっとはい、はい、あの病院の検査では問題ないんだけれども、ちょっとなんか体に違和感が感じるな、うん、不調が感じるなっていう、あ,うん、ありますよね。よねそういう時って一番不安になります,不安ですよね。はい、で、これだけのことで病院に行っていいのかなって思ったりするじゃないですか。ちょっと様子を見てみようとか、それが逆にストレスになるんですよね。で、そういった時にあの来ていただけると、あのやっぱりその不調って大体。 的中するんですよああ、やっぱりそうなんだ、うん、自分が一番わかりますもんね違和感とかってそうだけどなんとなくだし自分のことだからやもうちょっと大丈夫かなとかうん、うん、思っちゃいますよねちょっと様子を見てみようかなとかね、はい、そういう時に来ていただけると、はい、もう的中してあの メタトロンが表示してくれるので、うん、それを機に<っ>じゃあちょっと今から使用しようとか予防しようって思えるとうい,う、うんうん、いいですよね。しっかり自分で確認ができるので、そっかそうですね。うん、でさらにこの臓器だけではなくて足りない栄養素とかも出してくれるんですね。そう例えば今日あのいらした方は,はい、はい、ビタミン B1、B6、ビタミン E、うん そういったたのが不足してたんですよビタミン系が結構ビタミンがそうそう不足してて<ー>ヘルモグロビンも低下してたりとか<ら>そういろいろなところが不足してたり低下してたりっていうところが見られたんですね。であとあの自分に合った食材っていうのが分かるので一般的にあの体にいいですよって言われてる食べ物 かどうかっていうことではなくて、自分の体に必要な栄養を持っている食材がわかるんですよ。それをが出てくるので、はいはい、それを積極的に食べたり、もしくはあの今体調不良の原因になっている食材が出てきたりとかっていうこともあるので、なるほど。はいはい。自分に合う食べ物、合わない食べ物がわかるっていうのもすごいですよね。なので今日来た方はなんとなくなんか小麦製品 を食べた時になんとなく不調がある感じがしてたけれどもどうだろうかっていう感じの感情を持ってたんですってそしたらもう小麦が見事にもうアレルギーの誘発食品に入ってたんですねへーそうだったんだ、はい、そうなんですよ見つかってよかったですねうん、うん、発覚していくつか他にもあったんですけどもうこれであのちょっとやめてみるっていうことでうううんうんうん,、うん。ちょっとそれで体調が改善されるかもとかねですねー 体のことを見直すうん、うん、とてもなんかいいきっかけになりますなるんだろうなって、うん、なりますなりますちょ,ちょっとやっぱり何が見つかるか怖いっていうのはあるかもしれないけれども、ね、なのでそういったあの私もずっと食の仕事もさせていただいてるのであのなぜこういった症状になるのかっていうこともちゃんと説明をしながら進めていきますのであのただ単に膵臓が良くないって出てきたら膵臓が良くないですよって終わりではなくてじゃ膵臓 があの弱る原因っていうのはどうなんこういうことが原因として挙 <laughs> げられるので生活習慣どうですかっていうことで聞いたりとかそこまで掘り下げてくれるんですねへえケアまでしっかりはいなのですごく、うん、はいなるほど参考になると思います。うん な中にはすごくちょっと不調が結構多く見つかったからということでうん、うん、月に1回来られる方もいればうん、うん、やっぱり予算が、あのー、の都合でね3か月に1回うん、うん、1> 半年に1回1年に1回ということで来られる方もいらっしゃいます。なるほど、うん、このちなみになんですがはい、はい、今まであの治療をされた方のなんか声とかってどういう声が届いてるんですか、ええ、まずあの 痛みに関しては、うん、ほとんどの方が、まあ、全員ではないですけれども、はい、どっかが痛いっていう状態で来たらうん、うん、もうメタトロンが終わる頃には痛みが取れてたとかいう方もいらっしゃいますし、うん、へーすごい,はい、はい、であの異常が見つかって気になったから病院に行ったらもう入院ですっていうことで言われて。 あのメタトロンに来なかったらもう,わもう分からなくてどんどん悪化してたっていう結局自覚症状がほとんどなかったから病院に行くっていうところまでなかった方がいてうん、うん、でメタトロンでちょっと異常が発見したからまずちょっと病院に行ってみてくださいって言ったら、うん、あのそこでや発見してよく気づきましたねっていう感じで入院されてあ<ー>まあ 治療がうまくいったいいいう方もいらっししゃまますす<ー>、うん、早期発見ができますね,ですねたださっき言ったように未病の未病から見つけ出すのであのメタトロンでは異常って出たとしても病院に行ったとしたら、うん、いやいや何でもないですよって言われることも結構あるんですね。なるほどなのでまずはもう自分の体がどういった状態なのかっていうことを知る。 ことも大事なので、うん、で、ね、ぜひ来てほしいですもう私もすごくメタトロンに助けられてますのであさもう今はもうほとんどあのメタトロンの中では不調は少なくて<ー>完全にゼロっていうことはやっぱり、ね、人間だからないんですけれどもでもちょっとなんか違和感あるなとかって思ってメタトロンをするともう 適中するんですよ。<ー>でそこであの自分でセラピーをして良、うんうん、くしていってってするとやっぱり確実に改善はされます。うん、なるほど。はい、体調がなんか悪いというか違和感感じているとなんか気持ちも落ち込みますもんね。やっぱりちょっとした違和感を感じたら、うん、すぐ。 あのう、ね、行動をした方が確かにいいと思います。それにこんな身近にトコ、うん、さんという心強い味方もいますし、メタトロンというまたすごい機会もあるので、とても本当にたくさんの方に、うんはい、受けていただきたいですね。うん、そ,うそうで、ね、この機会に本当にこの時期だからこそ。 受けるべきかもしれないですね。ミッドランの場合は一対一で二人で、はい、あのするのでご夫婦で来るうん、うん、来られる方もいますがそれでも三名なので私含めてあの今のねあの密になるようなことはないのでぜひあのお時間ある方はご予約取ってきていただきたいです。うんうん、そうですね。ぜひでもまあこの結構二時間一時間以上はかかるっていうことなので本当にお時間ちょっとつく ゆっくり行かれるそうの土日も出張などを行ってますので出張もってます私ともう一人薬剤師さんがいらっしゃいますので自分の身内にいっちゃった薬剤師さんが一緒にスタッフとして活動してくれてるので。 なのであの二人でペアで動いているのではいはいご一緒にはいそ主張もということですのではい私ができないときは彼女が言ってくれるのでそうなんですね大丈夫ですよはいということでえっとメタトロンの話をたっぷりとお聞きしているところですがここで一旦はい C.M. したいと思います。はい。 とっこさんのジョインハーツ5回復の時間です。はい、本日はメタトロンについて説明させていただいてます。はい、はい、この番組の中でメタトロンのお話、何度か聞いたことあるんですけど、改めてやっぱり聞くたんびにちょっとびっくりします。本当、ええ、本当ですよ。<laughs> もうあの、なんでわかるんだろうっていうのが、やっぱり波動って本物だなって思いますよね。ですね、波動って。うんええ 脳から出てるんですか<あ>頭から <laughs> ちょっと詳しく説明が私もあの難しくて、はい、あの分かりやすく説明がなかなかできないんですけれども要はあの体,の体ってあの分子原子と分子の集まりじゃないですか。分子があってそのもっと細かくすると原子になってとっていうことですよね。もっともっと細かくするともっともっと,もっともあの潰して潰してっていくと見えない状態になるわけですよ。はいはい、その見え 見えない本当はもう分子とこれもっと細かく言うと粒子があって素粒子があってっていう風になってきますけれども、はいはい、その見えないものの集まりが人間一体を作ってるわけですよね、うん、でその見えない粒子っていうのが集まるから見える体になっていってこの粒子っていうのはあの実は常に動いていて、はいうん、一定のところで動いていて、はい、その振動を測っているんですよね。 辿っていくと粒子。そう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 、えー、そうなんですよ。だから体が仮にね、はあ、物体がなくなったとしてもうん、うん、あの天に滅されてなくなったとしても魂はね、はい、見えないけれども残るっていう言われてねはい、はい。はい。うん、なるほど。はいはいなのでその状態なんですよね。えーうん、う,んうん。 やっっぱり人間の体ってすすす <laughs> すごいんですよすごいいそ、ね、そううんんででよなだからあの全部この臓器一つ一つに全てもともとの人間のいろいろ感情なり何なりっていうのはそのまま閉じ込められているのでうん、うん、例えばあの臓器移植をしたらうん、うん、脳移植ではなくて脳の移植ではなくて,、うん、なくて臓器を移植したらもともとの,あのドナーの 感情とか性格が移るって、ね、これ聞きますよね言いまうことはもともとの本人の性格とか人間性とかっていうのがあるはずなのに移植をて臓器を提供した側の思考になったりとか、はあ、そういった性格になったりするっていうことが実際にあるんですよね。への そうなのでそこにもう宿ってるわけですよ自分の肉体の中に感情などが思考とかね、はあ、いっていうのと、まあ、似てるというかね、はい、<ー>そういったものを全部こう測っていくのでか感情が病気を作り出すとも言われて。 あいるんですよなるほどなるほどやっぱり本当にあるんでしょうね、うん、そういうのってやっぱりあると思います、うん、あ,ありますよねだからどういった病気かであのやっぱりも性格が現れたりとかしますよね東洋医学などではうん,うん、うんうん 言われてますよちょっとまたここを話しするとすごく長くなるのでちょっとまたはいはいいえ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 メタトロンなんですけれども金額は正規の金額は1万1800円なんですけれどもはいその値段でできるんですねはいはいお医者さんがすると病院によっては8万円のところとかあったりします。そんんななに変わるですかかははいい時間どら 二時間半は見るんですけれども、おそらく、あのお医者さんの時給からすると。二時間で八万円もすごく安いと思うんですよ。ちゃんとしたね、お医者さんのアドバイスを聞くんであれば。はいはい、で私たち、ね、あの素人なので。この値段で、二時間から二時間半で。で、まあ、いろんな、あのアドバイスもさせていただいて、っていう形なんですが。今、あのキャンペーンとして、S. N. S. をフォローしてくれたり、シェアして。 くださったら、はいはい、あの一万一千百円にしてます。一一一で。あ、いいですね。はい。このキャンペーンはいつまで,ですか、あ、えっと、しばらくはずっと、<お>はい、続けますので。お<ー>はい。チャンスですね。はい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  ぜひ今、ちょうど外出なかなか制限されている方も多いと思いますのでぜひ今の機会に自分の体調を見直しながら外食もなかなか慎まないといけないじゃないですかおうちご飯が多くなっているのでそういった中でどういった食材を口にしたらいいのかとかそういったことも見直せるいいきっかけになると思いますので確かに。の食べたもとか 結構出やすいので、あのメタトルに来る前日はお酒は控えめにしてください。はい、うん。まあコップの一杯ぐらいだったらいいと思いますけれどもね。うん,うん、うん、あの飲み過ぎは要注意です,、はい、すぐあの肝臓に出たりとかもしますので。そうなんだ。はいはい。 で元々の体の状態を知ってもらった方がいいので、当日の朝はサプリメントなど飲んでる方は飲まないで、お薬はね大事なので飲んでいいと思います。はいなのでサプリメントは当日の朝は飲まないで来ていただいた方が元々の体を知れるかなと思います。一回抜いただけで大きな変化はないと思いますのでね。うんうんうんそうですね。であとあの妊婦さんは測定不可ですので。なるほど。はいで赤ちゃんを抱いての測定もできません。はい。 はい、なるほど、はい、なのでね、はい、よろしくお願いします。はい、ちなみに年齢はおいくつからい年齢はですね、8歳からおお<ー>はい、そうなんだ8歳から可能ですが、はいはい、あの特別あのお子さんに心配がない限りは大体お子さんの場合は不調は少ないので、<laughs> うん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 、うんうん、あのー。 大人がねいいかなと思いますね。うん、お子さんでもまああの結構十代後半とかでちょっと心配な方は来ていただいてもいいですけれどもね。上はおいくつまでですか？もうずっとずっとできます。へ<ー>はい。 そうなんですね寝たきりの方もできますので、ハビットに寝ていただいてメタトロン、持ち運びが可能なので。なじゃあ、その際はさっきおっしゃったようにそこさんたちが出張してっていう形で、なるほど。ということでですねぜひ皆さん、本当にこの機会にそうですねメタトロンを通して自分の体見直すきっかけを作っていただきたいですね。 さてそれではあのちょっと連絡先お願いします。はい。はい。電話番号ゼロ九ゼロ一八七七四九一七ゼロ九ゼロ一八七七四九一七番。電話番号登録していただくと LINE もつながりますので、えー、LINE でお問い合わせでも電話でお問い合わせでも結構です。はい。また五感育協会で検索していただくとホームページが出てきますのでそちらもご検索ください。はい、うん。はい。はいえー、SNS からのあの のメッセージコメントもオッケーです。はい。五感行くで検索していただいたら、ツイッターそれからインスタ、フェイスブックなども出てきますのでね。はい。ぜひあのお問い合わせくださいね。そうですね。お気軽に、はい。お問い合わせしていただけたらと。はい。あの SNS 苦手な方はもうお電話でも全然構いませんので、はい。撮れる時はいつでも撮りますので、あの夜でもあの朝でも全然問題ありません。気にせずお電話ください。 はい、取れなかった場合はかけ直しますので、はい、あの電話番号が発信専用の電話番号ももう一台別にあるのでお電話来たらまた別の電話番号からかけ直すこともありますのでいぜひぜひよろしくお願いいたします。うんは さあ本日、収録放送でお届けいたしましたが、はい、もうめちゃくちゃ内容がそうですもっと <laughs>、はい、もっとたくさん、ね、お伝えしたいこともメタトロンについてたくさんあるんですけれどもまずはあの来ていただけたら自分の体再発見そうですね実際に体感していただけたらと。そうですね はいということでトッコさん、うん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました皆さんご連絡お待ちしております